メルヴィン・レオン・ストットル・マイヤー・ジュニアは、アメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡、プロッサー出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。2019年シーズンにより、MLB のマイアミ・マーリンズで、投手コーチを務める。1982年の MLB ドラフト28巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は入団せず、 1985年1月の MLB2 次、ドラフト1巡目で、ヒューストンアストロズから指名され、プロ入り。カンザスシティ・ロイヤルズへ移籍後の1990年7月17日、メジャーデビューも、メジャーでのプレイはこの年だけに終わり、引退した。引退後は、母校のネバダ大学ラスベガス校のコーチを務めた後、2002年にアリゾナダイヤモンドバックス参加の A-9。 ヤキマベアーズの投資コーチとなった。マイナー各球団で投資コーチを務め、2009年5月にはダイヤモンドバックスの投資コーチに就任した。2011年から3年間はダイヤモンドバックス参加のマイナーの投資コーディネーターとして指導にあたり、2014年から2年間はダイヤモンドバックスのブルペンコーチを務めた。2016年から3年間は マリナーズの投資コーチを務め、2019年シーズンからは、マイアミマーリンズの投資コーチに就任する。ありがとうございます。